キンギセップの紋章キンギセップロシア北西部、レニングラード州の西部にある都市。旧名は、ヤムブルク、山。人口は5295人。ノブゴロード州から、レニングラード州を経て、フィンランド湾に注ぐ流が川沿いの町である。サンクトペテルブルクからは西へ1 3 7トルエストニアの国境の町。 ナルバからは東へ 20km、フィンランド湾からは南へ 50km ほど。ヤムブルクの大聖堂。イタリア人建築家、アントニオリナルディ設計の後期バロック建築で、1764年から1782年にかけて建設された、この街が最初に記録に現れるのは1384年のことで、ノブゴロド共和国がスウェーデンに対抗するために、 この場所に要塞を築いたとある。彼らはこの要塞を周囲に住んでいたフィン族系の部族、ヤミ族の中から山あるいはヤムスキーゴロドクと呼んだ。現在も周囲にはフィンウゴルゴ派のイングリア語やボート語を話す人々が若干住んでいる。ヤムスキーゴロドク要塞は1395年の中東騎士団による包囲戦や1444年から1448年に かけての戦いにこらえた。また、ノブゴロド共和国のうち、ボドスカやピアティナと呼ばれる、ボート人の多く住む地方の経済的中心地でもあった。15世紀には201世帯が住んでいたと記録にある。リボニア戦争の末期、イングリアはロシアからスウェーデンに割上され、12年後の1595年にロシアに返還された。しかし間もなく、起こったイングリア戦争の結果、 1617年のストルボボノワ役でサイドスウェーデンに活場された。スウェーデンの統治下では山、あるいは山と呼ばれていた。スウェーデンロシア間の北方戦争では、ロシア軍によって街は破壊され、城塞だけが残った。大北方戦争では1700年に短期間、ロシア軍が城塞を占領し、1703年には、再度の争奪で、ロシア軍が陥落させた。 以後この街はロシア領となり、ドイツ語風にヤムブルクと呼ばれるようになる。5年後、ピョートル一世はイングリア港、アレクサンドル・メーンシコフにこの街を与えた。ロシア帝国領となり、国境が西へ拡大した18世紀には、ヤムブルクの軍事的重要性は失われたが、産業は栄え、18世紀末には繁栄は極に達した。この時代に、イタリア人建築家、 アントニオ・リナルディの設計で建てられたバーロック様式の大聖堂がその繁栄を物語っている。1784年には死の地位を得た。19世紀には鉄道の開通で工場も多く立地した。ドイツ語風のヤムブルクという地名は1922年にボリシェビキ政府がエストニア人の共産主義者ビクトル・キンギーセップにちなんでキンギーセップと改名するまで続いた。 第二次世界大戦では、レニングラード包囲戦の際に、ドイツ軍の重要な拠点となったが、1944年に、キンギセップグドフ攻勢で赤軍が奪還し、ナルバの戦いの拠点となった。ありがとうございます。